しましたけど、いいセーブしてましたし、まあ、それなりにゴルフよくやってくれば、ただやっぱり、高校卒業してきて、でまだやっぱりその自分で今まで経験したことのないシュートエリアっていうか、なんか多分実際その公式戦で身をもって体験したと思うんですね。あの ループシュートというかこの辺からやられましたよね。後半の立ち上がりスーパーレザーとか、はい、そういうこうまだそういうところっていうのはやっぱ試合で経験していかないといけないのかなっていう、まあ初めからなかなかそういうのを防げないというか、当然経験誰しもこうなんていうか